はい、皆さん、ですね、今花園神社にやってきておりますね。そしてね、なんで今日花園神社なのかと言いますと、実はですね、初詣というのは、節分以降に行くのが正解だって知ってましたみたいな感じで、ちょっともう昨日雪降った次の日ですって感じですが、節分後の初詣、実はこれが旧節の1年の始まりということで、実は元旦地行っても1ヶ月しか、ご利益がないと、まあ言われてる、気にしなくていいんですけど、そんなの。ただね、節分後にね、実はね、お参り行くのが正解ですということで、ここ花園神社新宿からね、始めていきたいと思いますよ。はい、皆さん、こんにちは。ね、これね、江戸時代からある石畳。繁華街のすぐ近くにあるこんなね、神社がね、実は結構しっかりした神社がありますよ、ということで。あんまね、皆さんね、知られてないです。はい、花園神社。有名ではないんですが、ある一方の業界の人たちにはね、結構、ゆかりある神社というかね、それが何かというのをね、おいおいやっていきたいと思うんですが。そうね、寒さね、今年暖冬ってね、言われてましたが、ここ数日、寒さがぶり返してますのでね、皆さん、体調お気をつけください。急にね、ほんと急でびっくりしちゃったな、なんていうね、人もいるんじゃないかなと思うんですが、ここね、立地条件、非常に新宿のすぐ、ね、繁華街の近くにあるんですが、ここだけ結構ね、やっぱシーンと真っ暗というかね、オートイソ感度が上がっちゃって、ザラザラしちゃってすいませんみたいな感じなんですが、例の、よくね、インスタ映えするみたいなね、鳥居がずらっと並んでる声のもね、しっかりとありますみたいな感じで。で、本名ね、花園稲荷ということで、狐様もね、祀ってあるという感じで、本堂の行く前に、ここでちょっとね、お参りして、で、本堂に行くっていうスタイルなんじゃないかなという感じですかね。夜ね、来る人もね、結構いるんですよ、やっぱり立地条件的にね。だから結構夜もしっかり、足元暗くないように照らしててくれるということで、ぜひね、新宿でなんかちょっと飲み食べする用事があるなんて人はね、軽くちょっと寄ってみてもね、いいかなと思います。さて、この花園神社ちょっと触れていこうかなと思うんですが、ねえ、ある一方の業界の人にはというふうに言いましたが、ねえ、これね、芸能にね、まつわるちょっとご利益があるなんて言われてる、神社なんですよね。だから、あんまね、一般の人はね、あんまり知らないと思うんですが、実は夜こっそりね、みたいなね、いるかもしれないですよ、なんていう感じで。今もうちょっと戦々恐々としてるこの芸能界ですかね。もうちょっと、今必要なご利益という感じですかね。昼間来ても非常に綺麗です。はい。でね、たまにその芸能にまつわるイベントはね、やってたりもするんですよね。そんな感じで、あんま知られてないんですが、新宿、ほんとど真ん中、もうドンキーの並びから入れるんですよね。青梅街道かの、もうね、沿いにあるという感じで、本当に、ちょっと入ったらもう繁華街っていうぐらいのね、ところに立地しております。ということで、早速ね、本堂ね、軽くちょっと、これ初詣です。はい、私の。そう、節分後、旧節で、もういいね、正月、旧正月で、数えると、完全なる初詣ということでね、今年ね、
この YouTube もね、お芝居もね、両方ね、うまくいきますようにというふうに、お参りしてきました。はい、そんな感じで、花園神社を後にしましてですね、ちょっと新宿とある場所まで行きたいと思うんですが、まだ雪がちょっと残ってる、例の大雪の次の日ですって感じなんですが、こんな寒い日にはね、うってつけのあそこに行きたいと思います。まあ、サムネ見ちゃったら分かると思うんですが、例の場所でもって、1個前のテムのもう1個のスニーカーとかキャップとか、ちょっとキャップは見た目でって感じで、スニーカーのレビューしながらね、お腹空かせつつ行きたいと思います。そんな感じで、この前回ね、見てない人はぜひそっち見ていただいてという感じなんですが、このテムのアイテムね、このブレードスニーカー、非常にクッション性ね、めっちゃ良かったですね。西武新宿駅の方にやってきました。歌舞伎町の方はちょっとカメラ回すの練習は超めんどくさいですちょっとね、西武新宿から そんな感じで、西武新宿を背にしてですね、TKBBB の方に行くといやすいません、高田馬場ですね、全然略されてねえじゃねえかみたいな、 TKDBB すいません、ね、はい、そんな感じで、青梅街道ね、こっち方面ね、向かっていきます。まずはね、そんな感じでちょっと歩きながら散歩しながら、靴のねレビューも挟みたいなと思うんですが、めっちゃいいっす。はい、ブレードスニーカーね、クッションめっちゃいいし、この濡れてて滑りやすい条件だったと思うんですが、あんまそんな心配は全くないと。そうね、日産のあの昔のダットサン系のあの板サス系な感じいやちょっとよくわかんないけど、なんかこうブレードなんですごいね、クッションがすごい効くなという感じでしたかね。前の方も良かったんですかね、こっちはまた違う履き心地でもって非常に軽い。そんな感じで、そしてね、この新宿オーガード西の交差点をね、右の方へ向かって、右折して高田の馬場方面へ向かっていきます。実はね、こっち歌舞伎町とはまた違う、もうちょっと静かなんですが、こっちもね、実は人気のグルメスポットなんですよね、激戦区です。はい、こっちもで、特にね、外国人の方がね、非常に、多いなという印象のエリア。流行ってんのかな、この道。そう、一蘭とかあるじゃないですか、ラーメンの。すーげー並んでました。外国人の人がもう、めっちゃ行列してた。なんかやってんだろうね、流行ってんだろうね。日本、ジャパニーズヌードル。一覧みたいなね、そんなノリで、すげえ並んでたという感じですかね。そしてですね、スニーカーね、散歩して本当にね、今日ね、このレビューするのにちょうどいい路面状況、濡れてたりとかね、してる、雪もまだちょっと残ってるなという状態なんですが、複雑な形状のソールなので滑る心配本当になかったし、走りたくなるぐらいクッション性がいいっていう感じですかね。でも1個注意点はですね、前のやつよりね、ちょっと大きめに感じたかなということで、ぴったり求める人はもしかしたら1個下げで買った方がね、しっくりくるかなという感じですかね。こっちの通り本当ね、流行るてるんだろうなという感じで賑わってるんですが、もう私はね、外国人さんたちのね、大好きな一蘭とかそういうのじゃなくてね、
もう皆さんで、ね、見たいんでしょあれがっていう、ね、あの大の大人が、悲痛な顔面持ちで汗かいて、ね、苦しい顔をするのが見たいんでしょみたいな感じの、あっち、うん、ザ・ジャパニーズ、ヌードルはヌードルでももうね、激辛の方へ向かっております。はい、見えてきましたね。まあまあね、皆さんね、よく知ってると思います、ご存知だと思います。はい、蒙古タンメン中本さん、 MKTM N よくわかんないけどそんな感じです。ということで、ちょっとね、蒙古タンメン中本さんについてね、ちょっとおさらいしておこうかなという感じですかね。うん、まあまあ皆さんね、本当にまあ有名なので知ってると思うんですが、まあ空東海のもう大御所と申しましょうかね。もう辛いの食いたいと思ったら、まず最初に皆さんね、頭に浮かぶのが中本さんという感じですかね。もう検索したらもういっぱい出てきます。はい、オールレッドカラーということで、もうこのノリ、このノリです。はい、まあね、私もね、食べたことあるんですけど、北極、まあなんで北極なのかって、多分ですよ、多分なんですけど、食べた後ね、汗かきすぎて、後で超寒くなりましたいや、それで北極なのか分かんないですけど、まあでもね、そのネーミングもなかなか、個性的で、そしてね、結構お店によってね、限定メニューがあったりもするので、そう、空東海の人たちはね、結構お店巡るなんていうのもね、楽しめる、もうコタンメン中本さん、お邪魔していきたいと思います。このカラーね、まあ自分がね、食べてる気分で見ていただけたらなと思います。はい、ということで、こちらが券売機ですね。あのね、メニューが多すぎてマジでテンパります。はい、混んでるし、お店の活気がすごいので、なんか急がなきゃって急がなきゃって思って超テンパります。はい、事前にね、メニュー調べとくのをおすすめします。そして私が選んだのは北極の火山、どういうことみたいな英語にしたらもうアークティックボルケーノということで外人がこれ見たらもう、えってなっちゃいますよね、これね。まあ、まさに火山、名前にふさわしい、まあ、ビジュアルをね、まずはね、堪能していただいて、そして、まあ、緊張の第一口目ということでね、もうこれでね、全てが決まります。はい、フィーリングね、いけるかいけないか、緊張の一口目、スープからね、ちょっとね、味見していきたいと思います。大丈夫でした。大丈夫でした。あのね、北極よりね、辛いんですが、私の許容範囲でしたね。ギリギリだけど、まあ、最初の第一印象は、ギリだけどいけるみたいな感じ。で、まあね、ちょっと多分ね、限定メニューなので、調理時間はね、ちょっと待ったりもしたんですが、なんかもうその散歩もしたし、お参りもしたし、ね、腹ペコの私の胃袋を、ドロドロの溶岩が流れ込んでくるという感じですかね。そうね、注意事項としてね、私結構こう見えて強いです。こう見えて結構強いんですが、この私がね、結構ギリということはね、初心者の方にはおすすめしないメニューかなという感じですかね。北極5からクリアした人なら大丈夫かなという感じ。もうね、多分10からはこれ以上辛いんですが、5から以上はあるかなという感じですかね、体感ね。で、某有名 YouTuber さん、いや、某というかすするさんね、は、もうこの、蒙古タンメンはすするなと、すするさんなのにすするなということをね、おっしゃってて、まあね、むせるんすよ、結構。
唐辛子のファーってくるからさ、わかります？ファーってくるんすよ。ただ食べた瞬間に毛穴がギュって開く感じわかりますかね。あの感じが強い辛さなので、すするとむせるんですよね。もう隣の人とかね、ゲホゲホ言いながら食ってました。まあなんですが、まあ私はね、そこは大丈夫って感じ、すすりますみたいな感じで、まあまあまあね、そう、そんな感じで、まあ5からクリアした人なら美味しくいただけるかなという感じですかね。そしていつものようにね、レンゲの小ラーメン作り派みたいな感じで、でね、お肉がね、ちっちゃなお肉がねゴロゴロ入ってるんですが、ちっちゃなお肉がゴロゴロってちょっと矛盾してますが、コロコロいるんですが、それがね非常に甘く感じるので、まあ辛さ休めというか、箸休めならぬ辛さ休め的なね、役割を果たしてくれてるかなという感じですかね。もやしの方はですね、まあちょっとどっちかっていうと辛さ促進するかなみたいな、非常に辛みを絡んでしまうので、まあもやしの方は辛さプラスって感じですかね。なんかね不思議とね、肉はね甘く感じましたかね。でね、麺はもうご覧の通りしっかりした麺でございます。はい、もうちょっともうこれだと2倍ぐらいだったらうどんですねみたいな感じのはい、しっかりした麺、歯ごたえもあって非常に美味しいです。味の方本当にね、辛いんですが、やっぱね皆さんね大好きなんですよね。うまいっす、正直言ってうまいっす。はい、辛いの大丈夫な人はね、やっぱねまたね食いたくなる後引く辛さというかね、なんですよね。まあ暴力的という言っていいほどのうまみと辛さみたいなね感じですかね。まあモコタンメンさんね、普通のタンメンも売ってたりもするので、辛いの嫌いっていう人もね、普通のタンメンもねぜひ美味しく食べれると思います。かくいう私本当にタンメン大好き人間なので、このシンプルなね、味も好きですね。そしてですね、結構ね辛さが蓄積してくる感じ、口の中でだんだんね辛さがね痛みに感じてきて、そしてそれがまた快感になってきちゃうんですよねという感じで、北極の火山、だんだんこっからね私の顔が火山になっていきますみたいな感じで、はい、噴火していくんですが、そこら辺はちょっとねご了承していただいてという感じで、敵にすいませんという感じなんですが、ぐいぐい橋は進んでおります。そんな感じで、モコタンメン北極の火山ね、皆さんもねぜひね好きな方はチャレンジしていただいてもいいかなという感じですかね。はい、ということでこっから先ちょっと巻きで見ていただきつつ、今日はもうちょっと辛口ということで、ちょっと時事ネタをちょっと辛口で切っていきたいなというふうに思うんですがね、まあ最近辛口で言うといったらもうあれですよみたいな、ボリューム36でね、歌舞伎町タワーの時に行った、まくしくも新宿つながりですよみたいな感じで、行った大津彩香の乱、あれがまあ一段落つきそうということで、まあちょっとまあ私もね、引き痛めでずっと見てたんですよ実はね。それで結局、今一段落ついて民事のフェーズから、刑事のフェーズに移ってきそうということで、ちょっとね、わかんない人にね解説していこうかな、辛口で、解説していこうかなと思います。はい、
で今民事は、まあ、立花さんの優勢が報じられていまして、まあ、大津彩香代表というのは、まあ、認められないということになってきてますね。で、まあ、つまり結局ミンツクとか言ってなんかはしゃいでたけど、まあ結局それも存在自体ももうなかったことになっちゃうねみたいな。だってそこに遡ってもダメっていうことになっちゃったら、党名変更しましたとか言ってなんかやってたのとか、あれ全部無に変えるよねみたいなね。みんなでつくどこがみたいな、どこがみたいなね、そんなノリの大津彩香の乱ですが、まあまあね、振り返るとね、やっぱり大川隆法氏のご子息の大川博氏、被告がみたいな、捕まったとこからね、やっぱもう旗色はもう見えてましたよね。はい、やっぱ外堀埋めに来てなみたいな、そんな感じで、まあ余罪を追及するためにジャブでみたいな、とりあえず引っ張っといて身柄拘束みたいなね、まあお決まりのシナリオでみたいな感じで、始まったなというふうに私実は見てたんですが、結局あの一味のはね、民意を踏みにじったという罪は非常に大きいと思う。やっぱね、選挙で票を集めて、まあ、誰に票を入れたのかっていうのはやっぱり、客観的に見てて非常にもう明確だった部分だったのを、勝手に自分たち乗っ取りとか、もうそれ意味ないからみたいな、結局ね、もうね、あの時もね言いましたけど、ごめんなさいじゃ済まないよっていうことになっちゃうよっていうことですが、何も得ないねこれで。まあ、結局何だろう、何を見せられてたんだよっていうことに直ち、ただの時間稼ぎでしかないみたいな、そういうね、本当何だったのっていう風な後味悪い胸クソにしかならないと思うんですが、まあ何も得ないねきっと。大津陣営何も得ないし、ただ嫌われちゃっただけみたいな、ごめんなさいって謝りゃよかったのにみたいなね、そこはね本当に思いますね。だってあんたたちが本当に SM 献金パーティーやろうとしちゃったんでしょみたいな、まあ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  SM だったりなんだったりみたいなあるんですが、いろいろ、まあそんなことどうでもいいけど、その政治金集めのパーティーをやろうとして、まあからさまだったもんね。オプションで金稼ぐとか、もうそれ何のサービス業だよっていうひどい、だから誰がブレーンで誰がそれ考えたのっつったら、やっぱあれだよねみたいなね。まあまあまあね、はい、そんな感じで、ちょっと、この民意をね踏みにじったっていう部分はね、やっぱね非常に、重く受け止めるべき、汚名としてねこれ刻むべきだね、日本の歴史になるかもしれないよみたいな、こんなこと起きちゃうんだみたいな、日本の法律の不備をついた、まあね、こんな子供すぎる人がこんな権力持ったらこうなっちゃうんだみたいな、そんなオチでしかないっていう感じですかね。そしてね、もうね、やっぱねこれに関してね、やっぱ立花さんにも言いたいんだけど、やっぱ任命責任ってのあるよこれ。小学生に核のスイッチを与えちゃったみたいなもんだよね。って考えたら、もう世界で最も与えちゃいけない人にもう権力与えちゃったっていう任命責任って、やっぱそれね、まあ立花さん自体を後悔しないとかね言うんですが、任命責任重いよやっぱ。やっぱね、一回それ失っちゃった信頼っていうのはね重いと思いますが、ちょいマイナスからでもね、まああの人だったらきっとねまた再建できると思うんですが、でもそれも
任命した責任はね、やっぱ、それも責任ね、感じてもらいたいなと。でも、大津さん陣営は本当に何も得ない。何にも得ないね。ただ嫌われただけ。そして、見てる我々もただ胸クソの時間を過ごしてただけというね、くったらないものに、なったなという感じですかね。そして最終的にはきっとね、刑事でもね、責任を問われることになると思いますね。はい。これだけ大勢の民意を踏みにじったというのはね、やっぱ重い。ということで、まあね、大川隆法さんが亡くなった流れで見ると、ね、及川さんがね、赤番食らった話とか、ヒロシが、捕まった件とか、まあ、やっぱね、影響力ある人間が一人いなくなるとこれだけ世の中の状況って変わるんだなというふうに大きな流れで見るとちょっと見えてくる部分があったりもするんですが、まあそれ考えるとね、安倍さんが亡くなった後のこのね、岸田さんのこの動きっていうのもそれとちょっとリンクして見えてくる部分があったりもするんだな、なんていう感じの辛口、そして完食ということです。ということで、まだ痛いです。ちょっと口が。でもね、めっちゃうまかった。めっちゃうまかった。そして、どうだったでしょうか。このポストね、あと、靴非常にいいですね。はい。でもって後から気づいたんですけど、ここのね空間にね、北極とかもね、すすると蒸せるって言われてるんですけど、ここになんかもう辛い気がすげえ溜まって、もう目がねすごいやられちゃったって感じですね。完食しました。そんな感じで新宿からでした。バイバーイ。